で。やだ。すみません、こんにちは。東京ときめきチャンネルという番組なんですけど、まず年齢だけ伺ってもよろしいですか。20歳です。20歳です。学生さんカップルでよろしいですか。はい。出会いのきっかけはサークルです。あ、同じサークルで。はい。何のサークル。フットサル。フットサル。フットサル。マネージャーさんやってます。あ、フットサルやってます。はい。あ、やってる方なんですか。そんなできないですけどやってます。サッカーの経験とかが。あ、サッカー部のマネージャーやってて高校の時に。プレーする側ではなかった。はい。高根さんはもうずっとサッカー。そうです。でもめちゃめちゃうまそうですよね。まあ、うまいです。いや、うまくはないです。フットサルとサッカーの違いって。フットサルは人数少ないんでサボったらすぐバレるんですよ。だから大変です。サボるんで自分がよく。男女は別々でやるものなんですか。別々でもやりますし、ミックスでも。手加減、めっちゃ手加減してくれます。シュート決めさせてくれます。一緒に混ざった方が面白いとかないのか。ああ、でもなんかそれはそれで面白い。混ざっても違う楽しさがあると思う。違う楽しさっていうのは。なんで、まあふざけ遊びに近い。あの、別々だとガチなんで。男同士はすげえなマジやると思うんですよ。めっちゃマジでやります。めっちゃマジですよね。ほわってやります。お互いの好きなところとかって言ってしまうんですね。好きなところ、笑顔が可愛いですね。可愛い、可愛い、可愛いですね。ありがとうございます。あの、弟と妹がいるんですけど、すごい優しいお兄ちゃんなので、なんか私もなんかこんお兄ちゃんって感じがする。同い年だけどお兄ちゃんって感じが。恥ずかしいです。頑張ってあげてるんですね。頑張ってます。あ、なんかわがままなんですよ私が。あの、長女なんですけど長女感がゼロで、わがままばっかり言ってるのを全部いいよって言って。あ、そういう。やっぱそういうのも可愛いんですよ。あ、そうですね。そんなとこも、まあいいかなと。お付き合いされてどれくらい。1年くらい。1年ぐらい。なんか記念日とかなんかありました。1年記念ってやっぱね、一番あれじゃないですか。今月末。今月末ですね。さっき一緒にペアリング見に行ってきたところです。なんかどんなのがいいかなみたいな。あ、なるほど。行ってみたいところとかあります。あー、バイアル、なんかいっぱい行きたいところの話、食べたいものの話とかばっかりしてるんで。僕がせーのって言ったら。待って、行きたいところ。そこがバチッとやれば、行きますよ。はい、せーの、イギリス。おー、よかった。なんでイギリスに。私がずっと行きたいって言ってる。なんかイギリスの英語喋りたい。英語喋れる。英語喋りたい。はい。ついこの間は一人でニューヨークに。まあ、いろいろあって。パナマ。パナマに行く途中でニューヨーク乗り換えだったんで、そのままちょっと遊んで。パナマはただ自分の親戚がいるんで。お互い直してほしいところありますか。この。ああ、めっちゃあります。来ましたね。じゃあちょっと行ってほしいところ。だらしない。だらしないね。え、なん、ね、すぐ忘れるとかいっぱいある。忘れ物とかね。何しようとしてたか忘れる。いや、もう今日だけで3回ぐらい忘れてる。本当ですか。直してほしいとこですか。すぐ怒られるんですよ。まあ、だらしないのもあるんですけど、すぐ怒られちゃう。まあ、ちょっとテンション割と差があるときあるかなっていう。どういうことですかね。また怒られる。無口になる。あ、そう、なんか怒るつか、なんかわーって言われるよりは、あ、もう知らないみたいな、そういう感じなんで。なんか言われてても言葉では言われないです。ああ。ああ、ずっとこの顔してる、みたいな。ずっと、笑わなくなって。何話してもずっと真顔で。どうやって仲直りするんですか。俺からごめんなさいって。なんかあるんですか、仲直りの決まった方法とかある。ベタベタしてくる。してない。してない。しょうがない。してない。いや、ベタベタしてないですよ、全然。ちょ、ごめんごめんみたいな。ごめんごめん。そういう感じ。頑張りましょう。はい、3、2、お、うん、やだ。俺もやだ。これやりましょう。ドキッとしました。やると思わなかった。俺もやると思わなかった。いや、この人がやると思わなかった。
出そうだよ。いや、めっちゃ恥ずかしがり屋なんで。もうやばいです、まあ、まあまあ、まあ死にたいです、はい、悪い気はします。悪い気はしませんね。東京ときめきチャンネル、またね。はい、東京ときめきチャンネル、一日リポーターやらせていただきました、奈良昇です。本日は渋谷に降り立ってきましたが、まだまだ僕もね、挑戦していきたいと思うので、機会があったら皆さんよろしくお願いします。東京ときめきチャンネル、動画の下の概要欄からチャンネル登録お待ちしてます。韓国かヨーロッパ、ロシアとかスイスとかフランスとか、東京ミックスドリンク、カミングス。